南側より見る、藍津盆地。中央の緑地、河川は大川。北側より見る、藍津盆地藍津盆地は、福島県の西半分を占める藍津地方のやや、北東寄りにある盆地。盆地の中核を成す藍津若松市は、盆地の南東に位置し、北方市は北西に位置する。近年、盆地の東端と西端にそれぞれ、藍津盆地東円断層帯と、 アイズボンチ円断層帯の存在が確認されている。アイズボンチの地形図構造盆地であり、南北に約 34km、東西に約 13km と縦長な楕円形である。東はバンダイ山、稲葉城湖を含む大宇山脈、南はアイズ高原と呼ばれる山間地、西は越後山脈、北は飯出山地に囲まれている。俗に アイズダラと呼ばれる、ボンチユカは、標高175から220メートル程度の平坦地となっており、ほぼ中央を南南東から北北西に向け一級河川阿賀川が流れていて、北方市塩川町付近で、稲わし湖を水源とする東川と、東山温泉上流を水源とする湯川と合流して、西北西と流れを変え、越後山脈に潜入蛇行すると、 その後、北方市山都町で只見川を交えてさらに、採用し、新潟県境より阿賀野川と名前を変え上がって、日本海へと注いでいる。東北地方の他の盆地同様に縦長であるが、およそ800から1000万年前頃、この地は、日本海から阿賀野川沿いに伸びる、大きな入江城だったと考えられ、その後の、さらなる海面の交代と、藍津盆地生演断相対異性の隆起により、 野沢盆地と分離した。さらに陸地化してから、稲わしろ湖日橋川阿賀川を結ぶ、千井北は、大塩川、たつき川、濁川が南に押し寄せる複合洗浄地となり、一方、日、橋川江南は、湯川、大川、氷玉川、宮川が北に押し寄せる複合洗浄地を形作って、現在のような広大な盆地床となった。気候は、 基本的に日本海側気候で、かつ海から遠く離れた内陸性気候のため寒暖の差が大きく、夏の暑さも冬の寒さも厳しいものとなる。冬型の気圧配置が強まると、新潟県と同様に会津でも降雪となるが、盆地内で積雪が1メートルを超えることは、ほとんどない。会津若松市を例にとれば、8月の平均気温は24.8度で、 月間降水量は131ミリ。1月の平均気温はマイナス0.7度で、最新積雪は58センチである。夏は日本海側や山形盆地と同様に東風によるフェーン現象で高温になることも多く、大宇山脈の東側で問題となる山瀬による例外の影響も受けにくい。藍津盆地には関東地方に近い割に鉱山に囲まれている。 特徴があるため、周辺には、北方市、塩壺遺跡のように、旧石器時代の頃から、すでに定住が進んでいたようであり、盆地周囲の戦場地などには、縄文土器も多数出土する。しかし、会津平は、阿賀川が絶えずその流れを変えるなど常に、洪水の危険にさらされており、なかなか定住も、ままならなかった。現在は、暴れ川の治水も完了して、河川跡は、 神殿として開かれ、合津平は一面に稲穂が揺れる、国草地帯に変貌している。また山間部には、平家の落ちう伝説が残る地区もある。江戸時代には、合津地震、幕末から明治時代にかけての母辰戦争等、多大な犠牲を出す出来事もあり人口は、一進一退状態が長かったようであるが、昭和に入ってからは、黒鉱ブームや電源開発ブームで、 特に、ただ川沿いで、タゴソーダムなどの開発が進められた当時、人口の急激な増加もあり、ただ町では一時人口が3万人を超え、ただ市昇格への機運も盛り上がった。しかし今はそのブームも去り、反動により急激な過疎化と高齢化が進んでいる市町村が多い。昭和村の昭和温泉は、黒高探査ボーリングの際の敷地で偶然湧き出た温泉である。 言語に関しては、合津地方全般に、東北方言の一つである合津弁が話されている。面積が広大なので南部では関東地方の影響が、西部では新潟県の影響が強く、合津平で使用されている単語が通じないことがある。食文化では日本海にも太平洋にも遠い場所柄、野菜類は漬物として保管されることが多かった。 食材も、山菜以外は、保存性の良い乾物類が、北前船などを経由し、阿賀野川沿いより運ばれたようである。北前船で運ばれた乾物の磨きニシン、棒だら等は、ニシンの山椒漬け、棒おたらに、小酢湯などとして料理され、現在も受け継がれている、伝統の食文化である。現在は、道路網の充実により、生鮮食料品も、 容易に入手できるようになっている。東西に貫くように万越自動車道が走り、ほぼ並行して国道49号が走っている。その他の国道や主要道も合津若松市から放射状に伸びている。かつては急峻な峠に遮られ陶器の通行に困難を極めていたが、トンネル等道路の改良により改善されている。万越再線は、 合津若松駅でスイッチバック状になっているが、東へ向かうときは、広田駅付近で、盆地東端に別れを告げて、郡山方面へ、西へ向かうときは、北方駅大和駅間で、盆地西端に別れを告げ、新津方面にそれぞれ向かう。合津若松駅から南へ向かうと、只見線が盆地を反周するようにして、合津番下駅、当時駅間で、 盆地西端に別れを告げ、南西へ向きを変えて、上越線小出駅へと伸びる。合津鉄道は只見線西若松駅を起点に、分岐するとさらに南に伸びて、合津鉄道は篠巻温泉駅付近で、盆地南端に別れを告げ、海津田島を経て、野岸鉄道、東武鉄道に続いているが、合津鉄道の始発駅は合津若松駅であり、JR 東日本と直通運転している。 藍津若松市、北方市、藍津番華町、藍津三里町、湯川村2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震では震源域が南北 500km に及んだため、藍津地方も藍津盆地や稲わしろ盆地を中心に震度5弱から震度6弱程度の揺れが3分以上続いた。揺れによる土蔵倒壊や 建物の壁の崩落や切れず、地盤災害による学校プールの損壊、水田、道路、校庭などの噴砂現象による亀裂、陥没が相次いだ。幸いにも揺れによる直接の死者は確認されなかったが、福島第一原子力発電所事故による放射能汚染で石油タンクローリーが福島県外で足止めされるなどしたため、1ヶ月ほど、 極端な燃料不足に見舞われた。また、自主的な県外避難などによる人口流出も起きている上、観光客数も十分に回復していない。ありがとうございます。